春を予感させる風を受けて複雑に形を変えていく。いつまでも眺めていたい新宮進の作品を見に行ってきました。風を受けて滑らかに変化する作品はなぜか目が離せない穏やかな気持ちになる作品です。作者の故郷大阪の豊中で初めて開催されている展覧会。彼が中学生の頃に父の看病で通った中之島の絵や1970年の大阪万博で発表された作品など、作者のこれまでの人生についても丁寧に説明されています。会期は3月12日まで、入場は無料です。ぜひあなたも風を感じてみてください。